長長宗は、新末の官僚、字は友山、三島省、県出身。1845年に新氏となり、行部主治、老中を歴任した。法省府知事であった時、海民法規軍に、府城を包囲されたが、援軍が来るまでの16ヶ月間耐え抜いた。この功で、四川畑地に昇進した。1865年、関東省に移動となり、不正死に昇進した。 当時、佐藤棟が、花王州の太平天国軍を攻撃していたが、食料が滞りがちであった。しかし、バリ長棟が担当すると、食料補給に困ることはなくなった。その後、暗記不正史、チャンスー不正史を歴任した。1870年、総運総督に抜擢された。1871年に、関東巡部となり、 生と呼ばれる賭博の禁止に努めた。しかし、両好総督の花房官が金を緩める方針を取ったため、これを断劾した。そのため、花房官は解任され、関東省の官僚で、生の多余金論を口にする者はいなくなった。1879年、母の死で郷里に帰ったが、復権準部として復職した。1884年に、 神仏戦争が勃発すると、福建省と台湾の防衛に当たったが、既の敗戦で解任された。1887年、福建省で没死した。1909年に官職が元に戻され、名誉回復がなされた。ありがとうございます。